ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙の、ゆっくり誕生か。みなさんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。このシリーズでは、みなさんご存知、誕生かを紹介していきます。366日の誕生かを、国や地域での違いも含めて紹介していくぜ。それぞれの植物の花言葉や育て方も、一緒に紹介できればと思います。花にまつわるエピソードなんかも、豆知識として教えちゃうぜ。それでは最初の誕生花、行ってみましょう。1月1日の誕生花は、こちら。福寿草。福寿草は、金峰外科の多年草です。春を告げる花の代表であり、福寿草という名前には新春を祝う意味があります。元日草、や、一日草、の別名も同じ意味を持っています。日本、中国東北部、シベリア東部が原産なんだぜ。学名は、アドニスラモサ。英語名は、スプリングアドニス。もう一つの学名はアドニスアムレンシスと言うんだぜ。これは原産である中国とロシアとの国境に流れるアムール川から取られた名前だぜ。世界で10番目に長いそうな。ちなみにこの川は、中国語では、黒竜江って言うんだよ。どっちの名前もかっこいいんだぜ。ちょっと脱線しちゃったね。さて、福寿草は日本では北海道から九州にかけて広く分布しています。花の咲く時期は主に春だけど、暖かい地方では早春から花を咲かせることも多いらしいんだぜ。落葉樹林の中や、栄養豊富な雪解け水が流れるような場所に自生するんだぜ。草丈は10から30センチメートル。葉っぱは羽毛のような形で、深い切れ込みがあります。ちょっと人参の葉っぱに似てるかも。花の大きさは直径3から4センチメートル。まず頂点の花が咲き、それから茎が伸びていって複数の花をつけていくんだぜ。この花は、花びらを使って日光を花の中心に集め、その熱で虫をおびき寄せるんだって。また、光実性で、太陽を追って朝から夕方まで、40度も首を振ります。そして、日光が当たらなくなると花を閉じてしまいます。夏になると地上部が枯れて、冬を越え、春が来るまでを、地下で過ごすんだぜ。このような冬眠タイプの多年草を、スプリングエフェメラル、と言うんだぜ。これは直訳すると、春の儚いもの、春の短い命、というような意味で、春の妖精、とも呼ばれるそうです。なんだかロマンチックなんだぜ。ふっふ。でもね、こんな可憐な花だけれど、実は、草全体に毒があるのでよく気をつけてね。福寿草を食べると中毒を起こし、最悪、死に至ることもあるんだぜ。地面から芽を出したばかりの福寿草は、見た目がフキノトウに少し似ているから、山菜採りの時はよく確認するんだぜ。特に、福寿草の根は毒性が大変強く、用量を誤ると、心臓麻痺を起こして死亡する危険が大きいため、民間、家庭では使用しないでください。少量でも吐き気、幻覚、転換などの症状が現れます。一方で、正しい量で使えば、薬用効果を得ることができます。福寿草は、ごぼうのようなまっすぐで太い根を多数持っているんだぜ。この根を掘り上げて、水洗いし、日干しにすると、漢方薬として使えるんだぜ。強心、利尿が主な効果で、別の植物であるジギタリスの代用になるぜ。このジギタリスは、6月13日の誕生花として詳しく紹介します。さてさて、毒を持っていても見た目が綺麗な福寿草は、園芸栽培も盛んです。江戸時代から園芸用に品種改良も行われていて、白やオレンジ、黄色や緑色の花をつける品種もあるんだぜ。さらには、八重咲き、菊咲き、三段咲きなど、花型の違うものもあるんだぜ。育てる場合は、鉢植えでも直植えでも、開花時期に太陽がよく当たる場所に植えてあげましょう。
逆に夏は日陰になる落葉樹の下などが適しています。耐寒性はありますが、凍結には気をつけましょう。副樹草の根っこは、太い癖して、水分を吸収する力が弱いから、乾燥には十分気をつけるんだぜ。特に鉢植えの場合は、水はけのいい大きな鉢に植えて、根をしっかり伸ばしてもらうのがいいんだぜ。そうそう、副樹草といえば、素敵な花言葉も有名ですな。永久の幸福、思い出、幸福を招く、祝福。ってやつだな。ほほう、たとえ毒を持っていても、見た目が良けりゃいいってもんなのかー。それはなんか違う気がするんだぜ。お祝いとして花をもらっても、くれぐれも口に入れないように十分注意してね。特に、小さい子供の手には触れない場所に置いた方が良さげだぜ。見た目の華やかさと花言葉のおかげか、各国の切手のデザインとしても人気のようです。左から順に、日本、韓国、ハンガリー、ユーゴスラビア、イラクの切手だな。この切手で送られる手紙は幸せを運んでくれそうなんだぜ。幸福及び、春を告げる花、副樹草。でも、毒には十分注意だよ。そうだ、1月1日の誕生花といえば、他にも、白椿や、スノードロップ、さらには、松や、白いチューリップ、なんかも選ばれているのね。早春の花に、おめでたい木、そして白い花が多い気がするんだぜ。やはり冬真っ盛り、新年の初めは白く清く幸せにということかもしれないんだぜ。ということで、1月1日の誕生花でした。お楽しみいただけましたでしょうか。次は1月2日の誕生花、ロウバイです。お楽しみに。またねー。